君たち4人には今回もラウンド方式で3枚数勝負をしてもらう。制限時間やラウンド数はこれまでと同じ。そして最終的に生き残ったものが優勝だ。優勝者は出玉に応じた賞金を得ることができる。そして今回は同い年対決としてこの4人に集まってもらった。ということで一人一人意気込みの方を聞いていく。まず梅吉。はい、ジャンバリーガイドマガジン必勝本と、まあ、一応ね、そういうバラバラなんで、まあ、なんか代表として出てきてるようにも見えるけれども、まあ、くくりとしてはでも同い年ってそこには一切向こうが触れてこない時点でああ、まあ、我々多分中途半端なんだろうなというところあるんで、まあ、ここで熱い戦い見せて、まあ、俺たちが各紙、各媒体の顔だぞってことを見せれたらいいんじゃないですか。もうかっこいいこと言うな。中途半端って言われてるよ。いや俺じゃ中途半端でしょ。どっちかっていうと一番中途半端いろんな仕事しちゃってるから、はいはい、すいません、なんか、はい、頑張りたいと思います、はい。では続いてマリモ。はい、我々も40半ばでございますけれども、はい、リアル世界でドロップアウトしそうな、3人には負けたくないと思っております。引導、引導を渡してやりたいと思って本日やってまいりました。噛んだもんね、噛んだもん、噛んだが多分一番ダメだ。ドロップアウト人のちょっとしたミスにこうつけ込んでねもうこれがもうドロップアウトするやつの典型です。ね、ちょっとしたことに塩を塗り込もうとする一番。でもちょっとしたミスしたやつも典型だけどね、うん、いや僕はそうそうそう、もう今日はドロップアウトしないために清掃できましたんで、ジャケットでね。おお、確かにね、はい、あ、ちょっと違うね。いや、もうひどいもん、これちょっと、これはひどい。ちょ、いやいや、もうだってちょっと待って、ジョギングしてきたのよ。海の家ですか俺ね、朝ね、寝巻きじゃん、あれ、あったんだけど、マジで似てる人だと思って、近所の本当に俺をスルーしようとしたよね、あそこでな。時計もつけてない。やばいやつ来たみたいな。このまんまですからね、カバンもない。俺もう、もう埼玉でこの前うろうろしてたから、それがちょっと変なやつだと思われてる。地元の人ね、醜い罵り合いこそがドロップアウトのもう本当の序盤ですから、皆さん気をつけてください。頑張ります。では続いてレビン。はい、どうもこんにちは、レビンです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。丁寧だな、よろしくお願いします。いや、そりゃそうだろ、ね、ちゃんとやってかなきゃいけないんだからね。寝起きのままそのまま財布突っ込んできました、はい、埼玉から、はい、ちょっとシャツ色あせてるし、もうなんかいやいやいや、こういう色だわ。あ、そうなの。そうだよ、最初から買った時その焦ったのを選んで買ったんだ。違う違う、走りやすい格好やっぱり走りやすい格好ね。いつ走るか分かんねえだろいやいや、走りやすい格好で、レビンさん走ってくださいって言われた時にパッと走れるように。じゃあ走りましょう、走りましょう。4歳今だな。今勝負しよう。これ誰もお前ちょっと、ま、言わして、はい、一回、はい、ちょっと一回聞こう。全然喋れてない。そうだよ。そうだよ。だから結構2、3回出させてもらってるんですよ。しかも聞くところによると前回全く同じメンバーでやったっていうのを。そう、3年前か4年前ですね。そうなんですよ。そう全く今日ここに来るまで覚えてなくて。だから多分多いですよ。だから。俺もそうなんだけど、うん、当てはまんないんじゃないですか。何当てはまんないって怖いこと言うな。だからそう、何当てはまんない。あ、ジャンルにね。だからどこ行っても嫌がられるから、嫌がられるように集めてやっとけばみんな嫌い合うからっていうことで。私はそうですでいいのに、なんでみんな巻き込むの。違う。ちょいちょい、これ我々はみたいな感じ。多分そういうことだと思いますよ。だから他に当てがってもらえないんだ。だからそうだよね。普通こんなの変えるの簡単だもんね。全く同じメンバーにする。全く同じですから。なるほどね。そう、まあ、ただだから俺2回戦までしか行ったことないんですよ。あ、なるほどね。だからちょっと決勝ですか、最後。はいはい、決勝ですか。決勝というんですか。決勝ね。決勝という。ファイナルラウンドね。今ファイナルラウンド。今まで何回出てるんですか。多分2、3回。多分2、3回じゃない、そのね。あ、多分3回は出てるよ。今日合わせたら3回は出てる。あ、3回。で、過去1回戦負け、2回戦負けでしょ。多分。だから1回も。スタッフも把握してないけどね。みんな興味ある。それ誰かは知っといてくれよ。はい、まあ、とりあえず最後まで残れるように頑張っていきたいと思います。はい。はい、じゃあ最後、セジ。はい、黒原軍団リーダーのセジです。嘘つくなよ一応名目上リーダーな。いや、僕ね、嬉しいんですよ。本当に嬉しい。こうやってね、同級生が集まれるっていうのがもう今日ね、同窓会みたいですごく今日楽しみで、昨日ね、眠れなくてもう8時間寝ました。なんでね、ぜひ今日は久しぶり、レビン久しぶり、はい、もうちょっと貯めた方がいいんじゃないの、眠れなくてのあと、もうちょっと貯めた方がいい。あとこの最後のみたいな、もうちょっとトークしてから。へい、いつものおい、へい、しんくん、へい、えい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 、長い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 、
そんな上手、人生そんな上手ならこんなとこいねえよ。確かに、ね、確かにこんなとこにいねえよ、ね、こんなとこいねえよ、ちょっともう入り込む余地もなかったんだが、最後もうあの締めたいから、うん、あ締めたいから、はい、もう長い長い、確かに長い。最後じゃあ誠治、はい、ちょっと締めてくれ。はい、まあね、みんな台を取ったっていうことですけど、うん、僕はね、ふさわしい台っていうのを3人のために考えてきました。だからね、その台に今から移ってください、はい、何言ってんの。まずね、皆さん、何言ってんの、まずね、皆さん新北斗言ってください。わ、確かに新でも平安です。いや、結構脇役だけどね、あの新。いや、新大事よ。ユリアの人形を愛してた男だからね。はい、レビン、おお、レビンマスク、筋肉マンください、まあ好きだもんね、レビンマスク、ね、筋肉あるっす、名前だけど、ね、雑だな、雑だな、俺の終選択が。マリモなんか用意してくれ よ、 頼むよ、マリモ頼むよ、まあ、スーパーマリモ、家でスイッチやってください。さあ行こう、レッツドロップアンピング、よろしくお願いします。大丈夫かこれで。はい、大丈夫か。全く問題ございません。行きましょう。じゃあファーストラウンド始めるぞ。よろしくお願いします。それではファーストラウンドスタート。では打っていくぜ。北斗といえば俺だ。打っていきます、よろしくお願いします。ラオウは俺の友達、行こう。さあ1枚消えたぜ、2枚目行きましょう。ただ他の3人がどうなんだろう、まだ全く当たってないっていうケースももちろん考えられるんで、まあ、大移動、もうこんだけ回し合ってるし、もう200リゼだったらね、もう期待値プラスなんで大移動はしないですけど、一回周りのみんな見てみます。ではモンキーターン5行ってみたいと思います。さあ、はい、まあ、あのゲーム数的には普通、あの別に特段チャンスじゃないゲーム数、優秀さ12ゲームで終わるんだけど、うーん、まあ可能性あるね。熱い、熱いね、ある。いっちゃおうか。あー、過去出てます、過去からのチャンス、うん、で次で張ってもらう。あ、次か、ここか、どうですか、12、うん、これは勝つガモだな、かっこいいんだよな曲が、ガモみんなかっこいいけどな。はい、よし、まあまあ朝なんでね、設定云々ではないですけど、一応ですね、108ゲーム一周決めで当たり5000円ですね、投資5000円。はい、おい、いいね、アリサだ。あっち、あっち、あっち。いったいった。弱者か。うわあ、強者引いた、いきなり。勝つ。うち。うわわわ。ちょっと取っとけよ。ちょっと取っといてよ。誰ですか。始まってからがいいよな、あれや役。
うわえのき。ピンク止めよう。はい、うわ止まらず。おお、まだいる。2発。これは道口だな。はい、頼むよ。あー、よっしゃ、熱い。引いたかこれ。止まんじゃねえの、フェイクリップじゃねえのこれ。ピンクなら、ピンク V がいいな。あー違うわ、勝さん。うわぁ連戦だ。ああ面白い。まあ一応弱レアとやって弱チャンス目か。一応ねこの台はまあそこまで出やすくないんで300分の1ぐらいで。うわちえー来たー、ありがとう。なんかいいじゃん開始から流れが。あららららら、今アリサなんですね。これがアリサだと一応ギャンブラーの可能性高いで 100% なんですよ。ここで今 V 揃ってるんで、その場合って ここまで行くんですよ。これ1回の V 揃いで、ここで使わないんでここで使うんですよ。だ1、2、3クリアで4まで確定するんです1回の V 揃い。つまりあと2回揃ってればもうってやつなんですよギャンブラーって。V とか揃えられるんであれば、あとはまあぶち切りの報酬でもいいですけど、まあ、V が取れだからトータル3発取れればっていう。もちろんね最強の B2 とかだったらこれ一発で OK なんですけど。おお引いてる、最後に引いてるけどこのまま終わっちゃうパターン。うわただ一応これバトル降格したら次セットで始まった時にもいきなりって形になるんで、まあ損ではない。あ当たってる当たってる当たってる。あれリセ天国ですか、はい、え天国そう。あらいやいやどう、もう V 取って V 取ってたから。あ V 取ってた。いやだって北とモンキーが初当たり早い組じゃないですか、うん、どっちかっつうと。まあそうね、そうだからファーストステージ引いた、まだ当たってない当たってない早い組じゃないですかっつって当たってない。そうそうだから同じ早当たり組が当たってんのかなって見に行ったら当たっててがっかりした。これは当たり前じゃん。でもここはまあ言っても言っても朝は当たるじゃん。まあ大丈夫ですね。まあでも僕もすぐ初当たり引いたをつくんででは運命の2セット目いきますよ。はい、浜岡ゴッドスピード曲ね頼む。シュン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 来ない。うわえのき封じ、あとは白が出てくるのが基本。白以外よし、これはこれはこれマジ継続したら、まあもちろん白内部的にあの 10% じゃないっていうこともあるけど、これギャンブラーだったらあちいな。いや普通に負けるもあるけど、ね、いやーノーチャンスアップやばい、ノーチャンスアップやばい。よっしゃあるぞあるぞ白で継続、うん、ギャンブラーがいいな。またアリサとか出てこねえかな。うわ小池さん、小池さんは、シナリオ3です。関東がまし、
うわ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 、よく分からなかったねで終わっちゃうの、これ終わった、復活しかない、ないのか、なし、あら何だったんでしょうシナリオ、まあただ結構プラスになりましたね、ロゴあり即輸出なし、はい、まあまあまだ慌てるような段階ではないので当然続行します。お隣はもうやめちゃったんだね、一回当てて、さあ行きましょう。あのバルブレイブそんなに人いないんですけどこの辺結構座ってるんで、まあ読みは同じだったバルブレイブ付け何人かいるのかなぐらいな、まあただあのバルブレイブってそんなちょっと読んでてちょっと狙いだからって全突破だっていうのはできないんで、あのまあある程度のところで、特に今日は狙いに根拠もそんな強くないんで、まあ、早点目に見切っていこうかなっていうのが普通の番組で、ドロップアウトなんで、引くしかないっすの、生き残りたいんだったら。で、まあ、2時間3時間で上位引けないとかザラなんで、そしたらただ投資して終わるだけになっちゃいます。まあ、それしょうがない、もう5位騎手いってるんで、まあ、みんな似たような騎手いってますね。まあ、せいちゃんだけは、まあ、北斗なんで、うん、まあ、もうモンキーもかな。まあ、レビンさんとせいちゃんはまあちょっと有利かなと、俺とマリーは引くしかない、うん、まあ、引いたらその代わりも一挙に優勝に近づくかなっていう、まあとか言ってね、別に 90% 5連で終わったり6連で終わったり普通にしますけどね。仕事で打つと、まあ、終日実践が許されるパターン以外はその高設定でもただ金入れて終わりってことは多々あります。さっき178、200のゾーンで先のチャンスゾーン、さあサクッとクリアしちゃいましょう。チェリー弱チェ以外のレア役引いたら OK よ。お願い、あーでもまだワンチャン残った、あーダメだ、滑ったら確定なんですけどね、あーリプレイワンチャンお願い、デフォいいですね、右が200のゾーン、右はもう革命1回引いて、また200のゾーンで来てるんで、あの1回革命引いたイコール A に行く可能性、モード移行してるんですよ、なので、まあ、そこから速いのが出てくるとあっちですね、僕の中では154ゲーム100台ですね、頑張りましょう。チャンスをプレイしないと何も始まらないからね、この人。でや。お、これ熱いよ。かなり熱い。ナビなしの、このライズを買ってもかなり熱いんですよ。あ、今日チェリーよかった。はい、クリア。投資13本。さあ、果たしてどっちが出てくる？決戦やめて、決戦やめて、決戦やめて、やめてっつってんでしょ、これね、まだね、A 落ちの可能性がないんで、まあ、よく聞こえるんですけども、まあ、僕的にはカンパがスタートしてないっていう、ただこれ通しちゃえば OK です。なんだかんだ言ってやっぱ決戦もちょいちょいクリアしなきゃね話にならないんで、そのちょいちょいが一発目からお願いします。あ、当たってる、当たってる、当たってる、決戦だよ決戦、当たってる、いや決戦、あ、いや決戦取るだけでもさすがです。いやいやいや、後でサインもらいに来ます。いや、大事なとこなんで邪魔しないでもらっていいですか。え、邪魔しないでもらっていいですか。俺すげえ応援してるから。外れろ、外れろ、外れちゃえよ。え、当たったの。え、いや全然全然、周り見に行こうと思って。あ、本当、ちょっと敵場視察。当たってないの、まだ当たってない。あ、お疲れです。お疲れ。いやこれでもね、ちょっとでも僕応援してる気持ちもあるんですよ。ストレートで半分きたよ。やっぱこうね、この勢いでいく、見てる人が楽しい展開が一番ですから。要は別に全部2分の1当たんなくていいですよ。通ってほしい6、外せこの野郎、読んでいきたいと思いますね。見てる人楽しいのが一番ですから。
いやー頑張れ、やっちゃうやっちゃう、ロート以外はあんま意味ないね。そこでチェリー、あーなるほど、いや大丈夫、こっからこっからよ、これクリアできたらもうさっきしか関係ないから、梅谷慎はこっから頑張れ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 言ってんの、頑張れ、右右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 、ないこうなるんすよ、2連続当たって2連続外すっていう、なんだろう、 なんかデフォちょっと本当に悔しい気持ちになってる。ただね、ちゃんとしたモード移行しないんで困ったもんです。で、あれかどうかまだ分かんないです、まあ、奇跡の引き戻してくれればいいですけど、まあ期待はできないんで。さあではゴジエバからいきたいと思います。なんだよ、どうどうお兄ちゃん、どうお兄ちゃん、どう出てる、出てないだろどう見ても。今日の晩ご飯美味しいもん食べれる食べれないよまだ食べれないの、お兄ちゃん食べれない、お兄ちゃんがスロットで稼ぐって言ったじゃないかやっぱ今日はそういう感じでいくんだ。いや、他の二人には普通に絡んだんだけどめんどくせえ、マリちゃん来たら、マリちゃん見たら楽しくなっちゃって、めんどくさいな、お兄ちゃん出てる出てねえだろどう見ても。今日の晩ご飯カレー食べれる高いカレー食べれるねえ、お兄ちゃん、もうめんどくさいな、お兄ちゃんどうなのじゃあ。え、何にも当たってない。他の二人は、他の二人も、あ、でもレミン君はもう出てた、出てたモンキー、あー、だからゴジエバブブブ組がもうファーストステージ何にも起こんなかったらもう終わりじゃん。まあね、AT までワンクッションあるタイプだから、モンキーと北斗はワンクッションないからさ、当たればね、そうだから、よっぽどファーストステージは特にモンキー北斗組抜けないとすごい恥ずかしいじゃん。いや、ずっと恥ずかしく生きてるからいいじゃん、恥ずかしくなかったことないじゃん。そういうこと言うなよお兄ちゃんさ、モスラさんが来ました。ドーン、26,000円、729データカウントだと731ですね。天井リセット、天井よーし、頼むよ。はい、赤赤赤赤赤、ああ厳しい。あ、どうしようもこうしようもないよな、あと1時間半だもんな、ここでなんとかしないと。ラッシュチャレンジすらいけないのか。とりあえずラストにリプレイを引いて、ダメだ、うわぁ、アスカ、緑アスカ、緑アスカだと、スルー天井4回以内は次回ゴジラボーナスって当たり前じゃないリセットされてんだから。おぉ強レア役リーチ迷惑もしかして、え初めて見た金直で金はリーチ迷惑引いたのかな、もしかして。この S でいきなり出ないもんね。何ゲーム ?4 ゲームで当たったのか、びっくりした。ゴジラ、ゴジラ、あまあでもこれはサービスだと思って、雲の糸がこう垂れてきたと思って、人一倍、おいつも以上に爽やかな清い気持ちで消化します。自分だけ助かろうなと思ったら
蜘蛛の糸切れちゃうからね、みんなが幸せになるようにと願いを込めて消化します。そうラストリプレイもダメだよ、もうみんなまとめて地獄落ちれいんだよ、下げ上がって。緑弱地以外のレアエッグが引ければ132、今も見た目300いってますけど200のゾーンですね。200でさっき雑草軽いっすね。いいんだよそんなの。あっつー、これ大丈夫でしょう。ああ下まで消えた、よしリプレイでクリアで、こういうリプレイでクリアとかちょっとクリアしなそうなんでクリアしたらみんなあれ疑うんですけど、まあ、1周目なんでおそらく大丈夫でしょう。今ね21本、だから追加8本ですね。頼むよ77だね。ここにこの時点で嫌だわ、嫌な予感しかしないわ、まあ、一応もう一回言うけど通せばいいんだよ。いやもうしれっといくから、まあ、これ普段の僕の打ち方です。何も気合とか入れない、まあでも動画なんでね、そろそろ気合入れるかも。あーやっぱ隣あれっぽいですね、さっき400のチャンスゾーン使ってて今400の可能性のあるチャンスゾーンなんですよ。あの飛ばしちゃってちょっと分かんないですけど、今変なクリアの仕方したんで右があれとなるとその自分の台のマイナス要素には別にならないんですけど、ただ分かりづらくなるんで、でプラス要素だと思ってるものが減った、右が高設定挙動かなと思ってたら、あれだったっていう、まあ、まだ分かんないけどね、まあ、ただ可能性は高いです。ちょっとしれっと2つクリアしてるぞ。あレア役でもねこのレア役がね全然期待できない。あーよしリーチじゃん、2分の1を2連続外さなきゃいい。とりあえず AT 入れようよ、始まらないから。あもちろん超まで入れたいけど、44歳頑張ります。僕3月30日生まれなんで、今44なんですよ。で45の人もいるかもしれない、頑張れよ44で、まだもう1回あるから、いや行くっしょ、もう業界歴20年近いんだよ俺な。今勢いで行ったんだけど腹立つわこれ。あ一応ブースした、はあ今日も苦労するぜ。で要素としてはまあ、1周目とはチャンスが早いのはいいんですけれども、まあ、決戦2回続いてるってところはマイナス。いや全長長いな、チャンス目すごい引くな。はいここお耐えろ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 、よしよしよし、833だぞこれで。833ゲーム、え北斗ほらありがとうございます、よかったー、こっからだ、よしこっから、うー赤オーラ、よしお願いします、ありがとうございます。総投資が28本、いやー 89% お願いします。まあでも赤オーラなんでね、もうこれ完全にオカルトです。僕の北斗ジンクスなんですけど、北斗引くと単発か10連かエンディングが選ばれてるんです僕の中で。だからこの1戦目単発を回避するっていうのは僕のオカルトの中でめちゃめちゃ大きいウェイトを占めてる。
頑張ります。絶対単発はやだ。前振りみたいになっちゃうけど本当にやめて、本当にやめてください。行こう、もうセリフから。そういうこと、そういうこと。思いの思いをたくさん言って、思いをたくさん言って。あー視聴生だけ。はい、この時点で確か 94% 継続です。でも 6% あんのよ、それが怖いのよ。行こう。はい大丈夫、よかった。単発回避がね、北斗揃いの後のラウンド1はね本当に嬉しい。ありがとうございます、皆さんのおかげです。はあ、回避したらもう10連だ。大丈夫、次は10連。セリフない。スリプレイかっこいいな、出てくるな。そういうこと、本当僕の友達は聞き分けがいい。ありがとうございます。さあ4セット目、赤文字。あ、行くか。あ、行くね。369、73ゲームで、100から369ってメモっといて、で後で、その加算されたも引くとどこで行ったか分かると。早いねチャンスゾーン今日。さきちゃん頼むよ、このリプレイで言っててもいいんだよ。チャンスゾーン調子悪い日が一番負けるから、それで高接点の時ね、やめないから。だから僕はあの、お10万負けクラスはあの全部高接点です。でこれはクリアできると。フラグはリプレイ、追加投手なしじゃん、すごいじゃん。で、あ、やっときました革命、やっとです。さあ逃走、残り10以上あって600超えたらね、あと5個取ればいいだけだから、2分の1で大丈夫。あーしかもレア役、あー雑貨で、ここでまた 50% 取れてればもうほぼ確定。さあいて、いたー、よし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 、これでもう2個だけで663までいくんで、はい、これで、ね、これで何気なく増やすし、何気なくじゃない、 いいよー、あと1個取ればもう確定だよ。むしろ次1万役は嬉しいよ。あ、これでいったんじゃない、もうリプレイじゃなきゃ、あリプレイかい、てかもう行きましたよ。ああもう、はい、ラック、最後ここはゼロまで何もいけなかったとしても1枚ずつぐらい取っていくんで、はい、まだあれを否定してないんでこれが伸ばせるかどうか分かんないですけども、ひとまず OK、 そのまま超入れちゃいましょう。ストックはできなかったね、まあ、共闘薬いかなきゃいけないんで相当難しいけど、さあいくよ、ここからの緊張感がたまらんのよね。俺には技があるんですよ、技とか作らないタイプの人間だけど、まあ、あの相方、相棒、嵐さんがね僕のために考えてくれたんで、ロングロングアゴーっていう、あのバルブレブツ人ってみんなパーって打っていくじゃないですか、まあ、怖いからなんですけど、あのそれをあえてしなくてゆっくり打つんですけど、ね、ゆっくり打つだけなんですけど、ロングロングアゴーって名前がついてるんですよ。で一応ただゆっくり打つだけなんだよって言ったらダサいから、ロングロングアゴーってやるっていうね、最後だけ早くやる。でもね、何の効果もないですよ、効果もないけど楽しめる、そういうことすると。さあ行きますよ、もうここから大事だから、ここからやっていきます、まあ、一応レバーもゆっくりやってロングロングアゴーってやるんですよね、ロングロングアゴー。さあ行きましょう、ロングロングアゴー、ロングロングアゴ、よしよしよし、1個目クリア。
2つ目までつくとね半端ない緊張感があるんですよ。さあ行きますよ。ロングロングロングアゴー。これレアグヒーターはクリアできますからね、正解が。だからやる。いくよ、ここから本番。ロングロング、よしよしよし、リーチ。いやもうこれクリアしたらほぼ優勝とまではいかないけど、ファイナルラウンドまではいくはず。それぐらい大事なところよこれ。さあ行きましょう。あーちょっとなんか落ち着け俺。さあやるよ、いきます。ロングロングアゴー。共通ベルもったいなく感じるよね。ロングロングアゴー。もうマジ頼む、本当に頼む。ロングロングアゴー。もうすごいチャンスを逃したかもしれない。ただ引き戻しがねすればもう超ですから。いやー802枚で枚数的にもまあちょい負けぐらいまで一挙になるんですね、ここまでいくと。でも引き戻すから、俺巷で引き戻しんって呼ばれてますから。いや巷は言い過ぎた、勝手に言ってますから。まず頼む、まあ、薄いけど頼む。はい振り出し。同じ B にいるって分かってんだったら浜岡の方が良かったです。全部222ポイント以内。さあ来ました 50% か。今降格じゃないで、降格なら 100% 懲罰。あ行ったね、行きましたね、懲罰。ようやくだよ、ようやく怪しいわね。直撃しちゃえ、直撃したら一応設定数ありますからね。あの弱レアだったら高設定確定なんですけど、強レアもう結構差がある。ちょっと早まった、当たるのが388までハマったよ、もうガモモードと B がね重なったのにね、めちゃくちゃハマったな。はい、追加1000円ですね、総投資6000円の388ゲームで2回目の AT いきます。まだまだ6000円です。道口、道口白、来い、シュ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 、あ来た、レア役引けば OK。 なんかそこそこ強そうな並びなんだけどね、もともとね。ただ道口が来るのか。お、ガモ1位ガモが来た、一番人気ガモ。引けず、くー単発。ただメダルは出てるが黒が良かったけど、一応青が出て黄色ですね、単発です。マイナスロゴあり、輸出何も出ねえか。さあ次こそ通しましょう。危なかったですね、入りました。はい
青島 SG 以後ケンシロウは俺の魂来いよしよしいたよしいた